ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。そして、はい、ということで、今ここはどこでしょう。まあ地元の人だったらわかりますよね。そうです。ここは栃木県は宇都宮でございますよ。キングボス、サウザンド。キングボス1000と書いて、多分サウザンドっていうものかな、1000かな。まあそんなわけで、2回目ですね、来るの。前回初めて来た時、抽選買って、ブーって。まあビーストハイで、1万ゲームぐらい回して、なんかちょいプラぐらいで確か終わったんですけど。今日月曜日なんですけど、今日9月30日です、ちなみに。2024年9月30日。いやー、今日これ抽選買ってね。2日連続やりたいよね。もちろん皆さん、前回の動画は、昨日かな一昨日かわかんないけど、ご覧いただいたかと思うんですけど、バルブレイブで真ん前、8ヶ月ぶりに出して、その翌日なんで、すべては繋がってるからね。今日って何名様かわかります？ 393。ということで、約400名ですね。400か、平日で。並ばせちゃったな、まあ、並ばせちゃったなと言いましたけど、皆さんこのお店なんかインターネットで検索してもらってサマイとか 見れるんですけど、それは並ぶわなっていうデータです。軒並み最低でも3日に1回サマイで赤になってるレベルなんで、スロットが理論上勝てる店ってやつなんで。でそのお店の看板機種がバルブレイブ41台、前回来た時より多分増えてるね。でカラクリが20台なんで、まあ61台なんで、まあ70番以内でだったらどっちか座れる。だから上位 20% 以内を引きたいよね。1桁引きたいマジで。昨日がこうだから、流れがこうだからではなく、単純にずっとやれなかったバルブレイブで万枚出した翌日に抽選勝って、またバルブレイブで万枚出たらすごいと思わない？そういうことなんよ。えいっ、いや運命の抽選。まあ今日はもう下1桁は良き。38部でいったら、まあやっぱ0123、40%いこう。40%、うわ7だー。もうこの時点で結構厳しいね。これ0でも厳しいよ。ちなみにまあまあこれは別にしょうがないんで、しょうがない。さてディスク花火 VS あたりをしゃぶって、ここからくりでね、そこブブブなんよね。あ、黒いジャグラーが角に1個だけあって埋まってる。あっあっあっマジ花火 VS ディスク全部満台。設定狙いの MJ とか、 MJ だったらギリ空いてる台あるでしょ。ちょっとガックンチェックだけしよう。本物本物、7400ゲームで109分の1、3700枚で、昨日がダメでしょ。ガックンしたら熱いで。これガックンだけ見よう。してないように見えるな、わかんねえし。あマジっすか、あざ、この店ちゃんとガックン対策してるっつって。じゃあ分かんねえから打つわ。チェバケ上に止まっちゃった。カンバケ、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。視聴者に囲まれてディスクアップします。まだ開店1時間でさ、 MJ 打ってたら人が来て、すいませんって来たから、やべこれバルブレイブやめるか開いたかしたかからくりかと思ったら、ディスカップ隣開きましたよ。いやまあまあまあありがたいですよ、あんまよくわかんない MJ でね。バケ2回引いて、バケは足りてるっつって打つとこだった。危ない危ない。でも585番台覚えてるからな。この1ゲーム目に巻物を引けばいいんだよね。ほんで巻物が来て、境地近く。ありがとうございます。5連敗ぐらいしてる。ああ頑張って。いやこのディスクちょっとね、ダメなディスク、いわゆる感じないディスクってやつなんだけど、至っていない。ワン滑ったね。まあレギュラーだよね。おほー、うまし、ワン、ほほー、バケ蹴ってうまし。ああこれでも大丈夫だ。実質的なまくりを見せました。
まあいいでしょう。さっきトイレ行ったら視聴者の人に話しかけられて、すいませんステッカーって言われて、ああごめんなさいもうないんですよって言おうと思ったら、ステッカーもらってくださいって言われて、これなんか腹切りドライブのステッカー、ブブブが好きすぎて作っちゃいましたっつって、これ本物のフォントらしいよ。えい二角。ああ、まあ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 、お、バシュンキャラ出ちゃった。え、バシュンキャラ出ちゃったらまあまあよ、しかも AT 中。ディスク入ってる説あるよ。カラクリサーカスやめようと思ってるんですけど、6000枚出て満足やめ、終了画面何も出てない、全部デフォルトいきます。満足やめのカラクリに移動しましょう。ちょうどカラクリは打ちたいと思ってたんだよ。マジマジ、まあ本当はあと10ゲームねベル引いた方が球出せたんだけど、申し訳ない、ちょっと欠損したわ。最高、え、祝宴チャレンジやばいって、これ2個成功して、ちょっとマジ、あれこれ最初の台だっけ、いや右のだよね。成功して成功して、これ失敗したらさ、俺絶対成功しないといけなくなっちゃった。いやこれ成功してえな、やばいな、これ成功したら俺王だよ、王したら隣の空き台打つわ。いやこれはちょっと申し訳ないね、これはちょっと もう一回これはちょっと申し訳ないね。ということでディスクアップでと MJ で、まあ、合わせて1万2千円でなんとディスクでぴったり1000枚ゲットして、したその時カラクリサーカスやめるんですけどって言って、満足やめです、まだ11時40分です。あの朝一300、まあ、実ゲーム300で当たって、そこからもう一撃で6700枚出て天国だけ見てやめられている台ですね。あれ幕合1回行ってるってことはあれか、通常時かあれだね、 AT 終わって幕合で戻して一撃まで持ってったのかもね。とりあえず初当たり1回です。でもこれで通して当たって終わって幕合チャンスで戻して、でそのまんま一撃通してっていうところでしょう。ということでこの台は正味何も分かってない。その満足やめした人がデフォルトしか出てないですって言ってたけど、まあ本当朝1、まあ、チャンスゾーンが300だ、だからモード B か A か知んないけど C ではないっていうことしかもう分からない、何にも分かってないけれども、もうお店パワーですよね。って言ってもこのお店も来るの2回目だし、1回目来たのももう数ヶ月前なんだけど、その時もカラクリはコンプリートもしてたし弾はだいぶ出てたんで、まあ上限あと1万2000枚ちょっとしか出ないっていうところだけが気がかりですけど、まあ1万2000枚なんで、逆にカラクリってあと5000枚とかだとマジで無理だと思うんで、万枚でギリだよね。万枚に座ったら今から金入れるから減るっていうのもあるから、まあまあまああれだけど、ちなみに一撃抜けはねハマるんですよね。いやもちろん200とかで当たることもあるんだけど、普通にやっぱ800、1000ってのよく見るよね、一発目がどうかっていう。まあ全部リセットされてるから、有力感も天国抜けから打ち始めたけど、そこまでねレア役引いたかどうかは分かんないけど、ただ一応演武も1回も行ってないし、そこから子役は数えていこうかなと。ただイメージっていうか体感、有力感切った後の方がチャンスメキオチェリーのカラクリレア役がなんか浅くなる気がする。まあ浅くなるというか浅いのが選ばれやすい。いやー昨日ブブブで今日カラクリ、これ今日いっぱい出したら最高だね。いやー天然4台しかなくてさ、速攻でさ朝一祝宴チャレンジ代行お願いしますって言われて通して、別の天然の人がさ今しがた来てさ祝宴チャレンジお願いしますって言って、それも通して、で4台中2台俺やって通して、で1台もう空き台になってて、だから打ってる人3人で、なんと3人目の人が祝宴チャレンジお願いしますって来て、もうさその人もさ俺が2つ通してるのを見てるわけ、絶対失敗できないよねっていうところで失敗したよね。マジでなんかさ、俺が悪いわけじゃないんだけどさ、申し訳なさがいつも以上だよね。絶対に外せない祝宴チャレンジ、さすがに
屈強すぎて怖っ。ただからくりでレア役引いてなさすぎて引けるかな。この音だけめっちゃでかいな。あと2ゲーム。よし、危なかった。巻物外したときはびっくりしたけど、さすがにね。あったあった、よしよしよし。あー、よかった。稼働している天然3台すべて俺が祝宴通した。しかもあの速さだと多分あれだね、さっき祝宴失敗したあの AT から自力で持ってったっぽいね。結果的には完走だから、まあ何の損もしてないね、彼のまあ引きによって。出ゲーム数695ってもうほぼ天井なんだけど、あのさ、すげえ今更なんだけど、俺すごい大きい勘違いをしてて、このチャンスゾーンのさ、ホールドしてない状態で俺強烈薬引いて50% で劇場、確定劇場もらえると思ってたんだけど、あれもらえないよねっていう。 0% でした。今下チカってなったよね。ああ、 25% ホールド中の強レア薬で 100% 弱レア薬で 50% で、俺何を勘違いしたのか、一番最初からなのか、どこか途中から勘違いしたのか。勘違いしてますか。だからなんかでコメントで、まさかそんな勘違いしてるわけないだろ的な感じで、一応言っとくと、非ホールド中の強レア薬確定劇場ないっすよって見て、え、ないのってなって調べたらなくて。よく言ってるんだけど、俺あんまりさ調べたりしないのよ、基本このやってきた体感で。だから何かを勘違いしたんだよね。ホールド中の弱レア 50% でっていう、その 50% がなんか知んないけど、多分あのあれと一緒になっちゃったんだよね。降格中のさ弱レア役ってさ 40% で劇場じゃん。で定格中の強レア役も 40% で劇場じゃん。だからなんかさ、その同じみたいな謎の、それで多分ホールド、はいはい、どうです、これ 40% ね。あー、放棄が欲しかった。まあとにかくすげえ大きな勘違いをしていて、マジであの 50% 取ったことねえなと思ってたけど、そりゃ 50% じゃないもんなって。昨日のバルブレイブの継続のレバーでいこう。全然引けてない、やばいやばい、下手すぎる。いや俺もうさ、前回からさあまりにも下手なんや、劇場が通せなさすぎる。俺これまで体感 92% くらい成功してたんだけど、最近ほんとダメだよね。あーダメだ、ちょっとブブブの継続レバーダメだったな。オーソドックスのね、このスタイル、このレバーちょっと伝わるかわかんないけど、ちょっとレバーってさ、右手で叩くとさ、基本右上から左下に叩くケースって多いと思うんだ。それを若干真下、だからイメージで言うとこういうイメージ、左上から右下に入れるイメージなんだけど、でも実際はほぼ真下ぐらい、何も意識しなかったら基本はこの角度になるから、これをちょっと左からのイメージにすることによってちょうど縦になるか、若干でもね、だからこのぐらいの角度の感覚のレバーが俺が今まで一番こう得意としてきたレバーなんだけど、でもそれが結局ダメな時もあって、だからちょこちょこ変えるんだけど、お、そうだよね、2段階目まで行った。あー、うーん、あー発展しちゃうかそこで。うん、ブブでーす。やばすぎサーカス、なんもね。
デフォルト侍。やば。あ、やば。やめまで視野。これまた行くやん、線まで。なるみのマサルだからね。これもう、やばいやつ、本当に。隣の一撃か。まだ8枚あんじゃん。長引いちゃうよ、これ。あ、熱っ。え、あるあるある。あ、来たわ、熱っ。これやばくない？ラスト8枚から一撃代行つって、これマジで連鎖あるわ。やばくないっすか、あと8枚から。これやばすぎんだろ、俺の引き。自分の台でやれ。ここ青7をこれで挟んで、あ、惜しい惜しい。運命の一撃の代行お願いしますって言われた後、連鎖やってるやつおる。いや、天才すぎて怖い。天才すぎて怖い。これ俺すごいよ、これ。まあまあドラマティックっすよ、これ。まあ、俺からくりうまいんで。ということでね、あの、すごいんだけど、やっぱ俺がね、これバルブレイブとか打ってれば全然いいんだけど、これでなんかリプレイすら引けずにさ、あの20っつってさ、あ、30だったからセーフっつって、まあ多分あの本当に一撃の1ゲーム目から多分あれだったんだろうね。やってほしかったと思うから、残り8枚のところで一撃代行と見せかけて、そっから弱レア3発で劇場を取って、劇場を成功させてからのしっかりと連鎖を決めるという運命の一撃代行のはずが。だから残り8枚からあそこまで持っていけるんだもんな。厳しいです。とにかくもうこの2回の初当たりで、お金はもちろんなんだけど心を削られるよね。 A800 からの推定 A1000 っていうで、しかも短縮全くしないっていうね。実ゲームでさっき700で、今回も余裕で700を超える。4枚目、レア役がとにかく来なさすぎて、今 AT と通常時だけで1500ぐらい回して強地ゼロだからね。マリオネット演武さ、まあそんなしない台だけどさ、とてちょっとあまりにも厳しいよね。これだけでじゃあもう設定ないって言えないのがまた辛いところだよな。でこのチャンス目もさ、広角なら 50%、 定角なら 25% いかないね。キャー、こうか、それともこうか、キャー。あと発展があのカットインで発展しないとさ、第一停止でチャンスアップが出ないと、あ、いった、ちょっと嬉しい、お、嬉しい。あ、3000円得した。一応900で煽ってるね。まあこれ900でいったらもう一旦しごろでいいからね、実戦上。あ、当たった。モード A1800 から1000って地獄です。あー、 50% 頼む。これは正真正銘 50%。 もうマジかよ、この 50% 取れない、厳しい。華麗なる駆け抜け。お願い。うわ、もう無理だ。旅だよ旅、これまた行くぞ、これ。
A3 連か。これも引いてない。あー5枚目やばい、本当にやばい。失敗した、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 失敗した。危ねえ、マジで本当に20ゲームで1回でも。これで AAA 天国でしょ、で800、1400でしょ。これ終了画面何も出なくて、なるみまさる出てきて、まさるステージスタートだったらやめかな。うん、なるみ、いやここやな、ストックを持ったら300枚ってことだもんな。うわー金、ここやな、これで一撃までいかなきゃもう無理だ。やばいだろこれ、2桁ある、2桁はなかった。ここからノンストップだよ。ノンストップね。ダメだ、ひどすぎる。もう一回、もう一回。あーほほー、レバーオンで後期ボフュー始動時に下パネ消える。弱チェ、弱チェ。いやこれ300ないからさ、ちょっとがっかりだね。いやまあまあまあ薄いんだけど、ちょ仕事しようぜ、仕事しようぜ。もうひどすぎるわ。はあ、しばらくからくりサーカスはいいわ、一旦無理だこれ。ちょっとThank you.
さすがに。ああ、結局このスライドしか勝たんってことか。まあ一撃もスライドかね。絶対無理だと思ったけど、なんやかんやいけたな。でもさ、このスライドはさ、逃げなんだよね。もうなんかさ、一ゲーム一ゲームこうやってさ、リプレイみたいなのをさ、やるのがさ、できなかった時が怖くてさ、逃げのスライドなんだよね。でもこの台、一撃3回通してるんだよね。4回目で失敗してるんだよね。でうち2回ぐらい何も引かずに通したと言ってた。なのに俺の時だけ、そんなんダメだよ。喧嘩だよ、喧嘩。もう吹き出てるけど、なんか下から。これ通んなかったら喧嘩だぞ、右のこと。ざまみろ、ざまみろ、ほんとにふざけやがって。スライド打ち最強だわ、来たわ。ただ運命の一撃をどうするかがまだ決めかねてるよ。運命の一撃どうしよう。スライドか、やはり。やはりスライドしか勝たんのか。一発通せばまくり、通せなかったら負け。力まあいいわ、大敗なところからちょっと帰ってきたし。てかこの台を打ち続ける理由が一つもないもんな。天国だけチェックしたるけど、おこれ発展しなかったら強調のからくりレア役あるよ。ほらこれ怪しくない？ほら強調のカラクリレア役1が選ばれた。ワンチャンフリーズしない？しないんかい、しないんかい。耐え強かったもんね、強調の時の演出。強調一発カラクリレア役なんかめちゃめちゃ強い演出から強調来て、まあスライドの民するか。ダメそう。ああ空振りした。これはひどい。あの空振りが全てだった。まあ足りないな。まああって4なら打つ。まあそもそも AAA でちょっともう厳しいもんな。これで6かつ六角が出なかったらしょうがないよね。OK パーフェクトやめ。まあしょうがないわ、一撃通せなきゃ勝てない台だから。ここから打って3枚でいったら本当にチャラぐらい。ということで午後4時時点ですね、店内状況を見ていきましょう。まあ9時オープンなんで実質5時ぐらいですけど、とりあえず角からくり4000枚
カドに俺が打ってた台がまあ6700で、カドさん俺の隣がこれ人変わってるんだけど引き継ぎでこれ多分万枚ぐらいに行くかな。8000何歩から今上位また入ったと。打ってるとちょっと枚数わかんないんだけど、ここは3000枚ぐらい出てるのかな、持ち玉があるから、まあ、上位入ってない台はまあ1000枚2000枚、良さそうなグラフの台もある。あ、ここすごいね、これ右肩で7500枚、これが2500枚か。まあなんかいかにもありそうでやれてない台もありつつ、出てる台も万枚7000枚6000枚ぐらい、まあちょっと設定までは分かんないけど、まあずっと結構人も変わらず打ってるんで、さすがにそれなりにやってそうで。部なんですけどミミズが多そうですね、パッと見で。パッと見これとかも、はい、ミミズで角ね、これ今ちょっと休憩中で枚数見れないけど、これ多分トップで9500枚ぐらいで、こっちから見ていくと、まあ、1000枚ちょいの、まあ、台がありつつ、ここが7000枚、ここも7000枚、ラッシュ12で4000枚出てるね、はい、さすが。でここが5000枚、はい、8600枚、これもだって35連でだよ、35連ってことはこのカウンターでラッシュで言えば32なんで、で8500枚でしょ、もうブリブリです。でまあちょっとミミズっぽい数百枚を挟んで、ここが4000枚で、ここも4000枚、5000枚とボックスであるんで、角が3000で、うわ角にがいいね、これ7800枚、これも35連でだからだいぶいいよ。あでここもわすごいね、7000枚、その隣5000枚で、ここ3500で、もうほんと綺麗に分かれてるね、800枚とか500枚の台はもうミミズか爆死かだよね。でここは6000枚、でこの辺はもうほとんどミミズか何かですね、はい、4時でこの出方は相当なんか6ががっつり入ってるっていう感じだよね。あとはよく分かんないけど、あこれ50馬が万枚出てるわすごっ、1万300枚。あモンキーターンとかどうなんでしょうね、まあ空き台はもう出てたりするけど、わ角めっちゃいいわ、3600枚ね角。あで角さんが5000枚、5400枚、これ多分設定あるけどやれてないやつ、知らんけど。あモンキー結構出てんね、ここ3500枚でしょ、うん、良さそうに感じますよ。まあそんなとこかな、台数はいっぱいあるんでちょっと全部は見切れないけど、まあ、部がすごい。ということで栃木県はキングボス1000サウザとかな、実戦終了ということで2回目ですけれども、来るのが今日はまあ平日、しかも土日と終わった後の月曜平日にもかかわらず、400名ぐらいの並びの中、前回ね初めて来た時抽選1桁引いてバルブレイブ行ったんですけど、今回は逆でした、はい、378番ということでほぼ決で、ディスク花火 VS3 台ずつあったんで余裕かなと思ってたら全部埋まってまして、 MJ をちょろっとほづいてたら、ディスクが開いたんで、ディスクに移動で、ディスク打ってたらからくり満足やめしますっていう人が現れたんで、まあ終了画面とか特に何も出てないけどって言うんで、まあまあまあ行ってみようかっつって行ってみたら、通常時がきつすぎました、はい、ゼロから打ってモード A800、 モード A1000、 モード A400、はい、もうこの時点で5万入って、その後初天国でそこから連鎖通して、ただ一撃失敗、いつものやつで、まあやめようと思ったら強調一発でからくりレイク発動してチャンスゾーン通して駆け抜けで天国フォローして、天国当たったけどチャンスゾーン失敗やめということで、まあ MJ が6000円使って150枚ぐらい、まあディスクの時点で1万2000円で1000枚持った状態で、からくり行って1000枚全のまでプラス3万円使って2400枚ちょっと回収なんで、まあトータルではほんのちょいプラ、からくりではまあちょい負け、サマイではトントンぐらいっていう感じですね。でからくりに関してはあれはまあ終了画面女1回あとデフォルト1指定1回で、前任者分母分かんないけれども、デフォルトしか出てないというところで、前任者がね実ゲームで300でチャンスゾーン当たってからまあ一撃3発通して、終わってたんで、ほとんど通常時参考になるところないんですけど、まあ前任者がまあモード A か B どっちか分からないチャンスゾーンだったんで、で俺が AAA 天国、ね、強制からのからくりレイアクでチャンスゾーン出たんで、まあ、モード C ではない何かからの天国っていうところで、
正味7回ぐらいしかモードは見てないけれども C0 回の幕開0回っていうところを考えて、特になんか強い何かがあるわけでもなしっていうところを考慮して6なくねってなればあって4、あれでまたね 4,5,6 かくってたら、まあ、最悪4だったらっていうので6が見える4だったら全然打ってもいいと思うんですけど、6見えない、しかも 4,5 もかくってないっていう状況だとまあ厳しいよねっていうところで、まあ、4とかの可能性はあるとは思いますけど、やっぱ最低4、ワンチャン6と4あるかもしれない、ないかもしれないは全然違いますんでね。なんでまあやめというところで、まあまあまあ厳しかったけどなんやかんや無言スライド打ちで全部通してね。ただやっぱ一撃ちょっと難しいわ、一撃やっぱスライド打ちじゃ通らねえことが分かったんで一回だけ通したことあるけどね。まあいろいろレバーは考えるところがあるなというところで、まあ、昨日の福島が結構長丁場でね、しかも昨日京都福島栃木と両方9時オープンでちょっと朝も早かったんで、まだ連戦も続くんで今日は早めに切り上げてと言っても定時は3時なんで延長1時間してるんで、公務員としたことがうっかり1時間延長してしまいましたけれども、まあ、ここから東京まで1時間半ぐらいかなドライブして帰って、また明日以降の実戦に備えるというところで、まあ、とりあえず今月最終日、まあ、タコ負けの危機から、なんとか、まあ、ちょいプラではあるけれども追われたっていうところで、今月はね、まあ、昨日の特にブブブの満杯が本当に良かったなっていうところで、今月いい感じで終われたんで、まあ、からくりに関しても最高の展開で勝ったわけではないけれども、まあ、最悪の事態を免れて上位ちょろっとはやったし、うまいとは言えないけれどもスーパー下手くそではなかったなっていうところで、来月につながるムーブだったということにしましょう。で、まあ、あともう10、11、12と今年残り3ヶ月引き続き頑張っていきますんでよろしくお願いします。こちらがいただきチャンネルの収録スケジュールでございますんで遊びに来てください。それでは皆さんさようなら。